国立台南第二高級中学は台南市に位置する国立高級中学。略称は台南二中または南二中。日本統治時代の1914年5月27日、台北に次いで台南市北門町に台南における男子高等普通教育の拠点たるべく台湾総督府台南中学校として開校した。しかし、 日本人と一般の台湾人では日本語習熟度が異なるため別系統の教育制度が確立された。一般的には公明に、1オフス中学では日本人と一部の台湾人を、2オフス中学では台湾人の教育を担当していた。1922年、台南州立台南第一中学校と解消。当時の日本人と台湾人の生徒数比は9、1であった。 九百二十三年四月二十六日、当時の皇太子が行刑している。九百四十五年十二月八日、坂上一郎が校長を務めていた、台南第二中学は、日本の幸福により、中華民国に移管され、ソメグ校が戦後最初の校長として着任する。また、台南修立台南第一中学校から、台湾小立台南第二中学と改称され、さらに、 高中の国営化政策により国立台南大に高級中学と解消された。校内には日本統治時代に建築されたバロック様式の建築物が数多く保存されている。太平洋戦争により戦災の被害を受けたが現在では修復が完了し台南市指定文化財として保護されている。日本統治時代の台南州立。 第一中学校、広江万次郎高橋高橋、春田茂幸は田辺節次、板垣四十六郎、坂上一郎蘇恵公共よ、栄青い宝中秋官文、両伝え準備のボルラ朝日焦燥書金、定型猛繁園、幸祭水栄陳国威学博、吉美坂栄を掘りてえただし工作し、三谷静作曲、南農栄一、北新高の峰秀で西南名の塩田各文化の、 光混沌の闇地さやかに照る諸国を人生の朝ぼらけ、わがまな武者の光ありに、烈日いかがに強くとも、風緑ように香り来たる手、学僧常に、殺草の息こそもれ諸共に切磋心を収む怠らず、大しく明けおのが道さん、図南の使命味において、方欲高くと晩時ああ南大の竹落後母校の、誉れな明らかさ、ありがとうございます。